今回はちょっと懐かしきメンバー直虎と信行を使っていきたいと思います。じゃあ久しぶりに頑張ろう直虎。何が今何やられた、誰にやられた、アレスか、やめてー、ちょっとたたたた、うおー何その攻撃、痛い、やめてー、あ、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、待て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 、落ち着け落ち着け、うおー体力がどうもコマメタです。無双オロチ3やっていきたいと思います。今回ですね、青き波動というストーリーをやっていきたいと思います。で、この青き波動は曹操がやっとなんか出てくるんだよね。で、今まで出てこなかったのが不思議なぐらいのキャラクターだったので、やっとかっていう感じだったねで、前回の終わりの時にこの腕輪争奪戦っていう銀兵衛が腕輪なくしちゃったっていうお話があったんだけど、これもめちゃくちゃ気になるんですけど、メインストーリーを今回は進めたいと思います。で、今回はちょっと懐かしきメンバー直虎と信行を使っていきたいと思います。ナオトラもノビュークも序盤では使ってたので、で、最近出番なかったので、ちょっと使ってみようかなと思って、今回はチームに入れました。ということで、この3人でね、やっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。青き波動。オロチに似て非なる者。世界に破滅をもたらす破壊神が、ついに復活した。前回めちゃくちゃ強かった。連合軍陣営に危機を伝えるべく急ぎ帰還する。腕輪の力様様だったもん本当に。一方、連合軍には別の情報が飛び込んできていた。この異界にまた新たな英雄が降り立ったという。神との激戦に備えるため、連合軍は英雄の勧誘を目論む。目的地ではすでにアレスとリョフの軍勢が激しく争っていた。劉備らは新たな英雄を救うため戦いへと身を投じるのであった。思ったんだけど、このアレス軍と連合軍か、力で押して仲間にするのがアレス軍で、救って仲間にするのが連合軍だから、目的は同じでもやり方が違うって感じだよね。アレスとリョフはすでに到着していたか。一刻の猶予もない。そうなると救って味方に引き入れる方がすごい正義が、正義がというか正義感が出てくるよね正義感が出てくるって言い方はちょっとあれなんだけど、それで、あ、そか、リョフの軍とアレス軍はまた別々か。そうそう、この2つの軍はさっき言った通りなんか力で押してる感じなんだよね。うん。で、この挑戦目標がこの3つだね。3分以内に合流ってのと、4分以内に牛鬼を撃破で、陣球はとりあえず撃破すりゃいいという感じだね。じゃあやっていこう。リョフとアレスが戦っている。じゃあ久しぶりにナオトラ、あの者たちを知り、頑張ろうナオトラ。新たな英傑を救出するぞ。あ、攻撃速度遅いな。属性つけてこればよかった。またザコが現れた。よいしょ。敵も我らに気づいています。兄者、用心して参りましょうぞ。よいしょ。奴らの狙いは先ほど現れた人間どもだ。モートク、ついてこい。我らが先に接触するぞ。モートク、ロートクって言ったのかな。お、2人が撤退した。あ、劉備が戦ってる。なんか劉備が戦ってる姿見ると久しぶりだな。よいしょ、いたたた、よいしょ。お、弾かれた。よいしょ、お、倒した。オッケー。おっと危ない。よいしょ、おら、
強いな。いやいやいや、ちょっと揃えてきたけどやっぱ強い。なになに、今の技誰？お、花公園。嬉しいぜ、お前が助けに来てくれるなんてよ。花公園もなんか面白いキャラなんだよな。明るくていいキャラだよ。いいね、ナオトラめちゃくちゃ強いね。攻撃力がさ上がると、あの武器が赤く光るんだけど、どんなキャラクターもね。このナオトラだとこの足と手が光ってるからめちゃくちゃかっこよく見えるよね。よいしょ。で次は、あ、しまった、挑戦目標のことすっかり忘れてた。けどよ、こっちか。なんでお前たちも嫌がるんだ。事情は後ほど説明いたす。うん、お主がいるということは、そうそう、曹操殿も来ている。そうそう、そうそう、どこ、そうそう、殿はこの先だ、一緒に助けてくれ。あ、もう開いた、こっちか。お主らは先読みしてたけど、俺はこっちだった。人よりはるか上位の存在だ。死にたくなければ黙って従え。そのやり方がダメなんだよ。だからついてこないな、みんな。断る。わしの道は己自身で。そうそう、もういかつい顔してるからな。かっこいいよね。うわ、出た出た、カワソレジン。俺に逆らった。できれば300コンボをしたい。後悔させてやろう。出た出た。よいしょ。オッケー。あ、違う、当たる、カワソレジン。よし、当たった、オッケー。これで人格、あ、カコート、カコートも好きなんだよな。もうみんな好き。そう、もうみんなかっこいいんだよ。よいしょ。あ、そうか、ソーヒー、ソーソーの息子だもんね。遠慮することはない、全力で来るのに。 OK、 もう開けて。見事の一言に尽き。もう開いた。お前がいれば勝利は受けない。勇気だ。今のあなた方、どうやら敵ではないようですね。敵じゃないよ、味方だよ。事情は後で説明しよう。ここは一旦私を信じ、共に戦ってくれ。来た、ただ、とりあえずこっちに、こっちの味方につけばなんとかなるから。なんと、なんとあの曹操が現れたとか。ご注意くだされ。おい、曹操雑魚扱い。なになに、今何やられた、誰にやられた。アレスか、やめてー。いたたたたた、アレス、うお、とりあえずカオソリジンを倒したい。この状態でまたアレスは厄介。よいしょ。わ、いたた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 、やめて。ピヨってる、ピヨってる。あれ、地味にピンチ。よいしょ。カオソリジンを倒したいんだけど、よいしょ、いたたたたたた、うわ、何その攻撃、痛いんだけど、痛い、やめて。あ、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。では敵をおびき出して、ごめんなさい。よいしょ、よいしょ、これはもうやるしかねえ。ほら、わしとリュウが国民であろうな。ハート。めちゃくちゃ草生えてる。見事に磨き上げられた。よいしょ、ほら、人格化したナオトラ、かわいいな。あの左下のキャラクターの選択してるキャラクター、この人ですよってやつ。やらせん。消したがいい。おお、何何何何。な、なんだなんだ、あ、アレスのなんかドラゴンか。めちゃくちゃぐちゃぐちゃな変な画面になってたじゃん、お前のせいで。やめろよ。ほら、
よいしょ、もういっちゃう。めちゃくちゃなんか本当に神々しさがある。よいしょ、 OK。 落とし前は必ずつけさせた。やっとアレス倒せた。加工と加工園は敵を足止めすると見せかけ、敵を見て密度から合流し、早速作戦立ててるね。よし、まあ、アレスなんか強いんだよな。早々の感知、敵に回せばどうなるか。決して決して逃がしてはなりませぬぞ。屈服させようとしてる。うちらも出てええの？お、ヒミコ。よし、今度はノブユキで行こう。よいしょ。うわぁ、あれこんななんかかっこよかったっけ技。お、ゼロス。よいしょ。え、めちゃくちゃノブユキ強い。おっと危ない。あ、ヒミコいる。早速か。よいしょ、見事の一言に尽きるな。カオスオリジンへ倒しに行かないと。と間違えたね、普通に。いたたたた、カオスオリジンやばいな。これはゲージが溜まってない。真実が出せない。オッケー、カオスオリジンを倒せばこっちも戦いやすくなる。オッケー、よいしょ、やらせん。よいしょ、どこが可愛いんだ、強えのに。よいしょ、ほらめっちゃかっこいいな。よいしょ、あれ信行、やばい、信行ハマるかも。いたた、ダッキーがいつの間に現れた。よいしょ、めちゃくちゃ強いぞ信行。よいしょ、おお、一瞬で倒した。よし、片付きました、曹操さん。ドドメキ、あの人間どもを狙う。よいしょ、よいしょ、よいしょ、牛のお化けどもは。いいね、夫婦で強いってなんかいいね。未来のこの時系列的にはまだ結婚してないっぽいから、稲姫と信行。よいしょ、ほんと父親思いのいい息子だぜ。頑張ってんな。次はその調子でいけよ。よいしょ、お、吉野駅。よし、俺今どこ向かってんの、間違えてる道。こっちこっち。よし、そうそう、うわ、料理駅か。放っておくのは危険だ。よいしょ、あたたたた、たった二人を切れば戦は終わる。お、野牛胸のり。うわ、何、なんか狙われてる。ここは私が足止めしましょう。見覚えのある真実使ってるぞ。誰だ、先にお逃げください。よいしょ、この辺りの良さそうな御人が降伏してくれると助かる。たたたたた、それはできかねます。よいしょ、トロには生きて、オッケー、乱世を収めていただかねば。お若いのに立派だ。下か、オタクみたいな人物。こっち行って下に行く感じだね。またカオソリジンか、このステージ。よいしょ、カオソリジン多いな。まずはカオソリジン倒してから急遽倒すと。よいしょ、お前こそ真の三国無双だ。お、なんか信行めちゃくちゃ強くない。よいしょ、
前回オロチが強すぎたってのもあるかもしれないな。お前の戦並大抵ではないな。そう、強化されたオロチを倒してるから普通の敵将がちょっと弱く感じる。よいしょ、かっこいい。なんか久しぶりに使うとかっこいいな、信行。やっぱり瑠璃駅、瑠璃駅と柳生宗則がいるとこついたぞ。抜かせないで欲しいんだよ。よいしょ、瑠璃駅も厄介なんよ。いたたた、やめてやめて、くっそのけぞらんからな、こいつ危ない。やらせんぜ、好きにはさせん。よし、オッケー、全然食らってない。やらせん。両霊気な、強えんだよな。いたたたたた、そうそう、自分で動かしても強いんだけど敵でも強い。お、何今の技、誰、めちゃくちゃ強かったんだけど、かっこいい。よいしょ、いつまで待たせる気だ。お、ヨフが怒ってる、うずうずしてるよ。よいしょ、野球も倒した。何か企んでおります。くだ、なら企みごとやつを蹴散らしてくれる。なんか呂布が不機嫌だよ。 あ、勝手に動いた。よいしょ、呂布相変わらず暴れるしか能がないようだな。めちゃくちゃ煽ってんじゃん。二度と叩けなくしてやる。怒らせんなよ。それはこちらのセリフだ。行くぞ、呂布を包囲する。行くぞ。ああ、やはり闇花でしたか。そうそう、それに分かってたんだ。自らを餌にする人球には分かってたんだけど、呂布は暴れたいから、もう脳筋だね、まさに。よいしょ、いたた。じゃあ陣気を先に倒した方がいいのかな今回は。よし、お、見事の一言に尽きるな。ありがとう。お前がいれば勝利は疑いない。陣気どこにいる。あ、一緒にいるんだ。じゃあ陣気をまとめて倒せばいいんだね。オッケー、ほら勝負だ。ここで終わるのは貴様だ。よいしょ、覚悟しろ、よお前には。オッケー、陣球を。いたたたた、待て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 、びっくりした。気になるなよ。あ、やばいやばい、ちょっと待って。おお、油断するとダメだな。のけぞらない相手はやっぱ戦いづらいな。呂布殿の性格を熟知した策、よいしょ、待て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 、落ち着け落ち着け。うわ、何今の。うわうわ、危ない、危ない危ない。いやちょっと油断したな。難しいってことをちょっと忘れてたよ。そうそう、飼い犬が。よいしょ、お、止められると思うな。お、ぶね、ちょっと待って、あ、やばいやばい、体力が体力もうゲージなかったよ今。よく生きてたな。よくやった。おし、待って、陣球、わあ、陣球倒せなかった。くっそ、少しの手応えが出てきたな。その調子で次も俺を楽しませろ。やっぱ呂布はあれだな、強いな。難しいだと余計強くなる。いや、救われたのは我らの方。あ、お話全然聞いてなかったんだけどさ。何が起こっているか。必死すぎて。話してもらおう。とにかく曹操を助けれたと。オッケーオッケーオッケー。まあまあ目的は果たせれたのね。
うん、なるほど。おー、そうそう。真意は見えぬが、もみあげ長いな。アレスとかいう神についているのだな。あ、そうそうそう。そうそう、だからそうそうそうって言ったんじゃないよ。ちょっとややこしいね、名前ね。ああ、事情知った今、息子のもとへ行くというのならば、止めはせぬが。うん。その必要はない。今のところ、わしがアレスにつく理由はないからな。まあ確かにね。士官には、何か考えがあるのやもしれぬが、それを見極めるためにも、しばらくこちらで世話になるぞ。へえ、よかった。俺の方はこれから息子と敵同士になるのかってヒヤヒヤしちまいましたよ。このムソオロチ家族と戦わせがちだからな。そうなっても手なんか抜かないくせによく言うぜ。さすが父のことはよくわかっているようだな。三国の独眼竜。これから乗り越えるべき困難は多そうですが、助けていただいたご恩を返すためにも威力ながら尽くさせていただきます。それは心強い。どうかよろしく頼む。お、仲間が一気に増えたぞ。今回この宋の徳よ、この過去を現状の部見せてやるとしよう。赤眼の小生、過去明細様の出番だな。気さくな登場。純文弱、才の限りを尽くしましょう。うん。わあ、この挑戦目標全部ダメだった。いやでもいい感じな。もうちょっと頑張れば時間も S 取れるなるね。やりました。お、やりましたね。なんだ。お、早速曹操の武器手に入ったじゃん。うん、やったやった。よし。うん、ナオトラも。おお。ようやくゼウス様の居場所を突き止めることができました。ですが幾重にも結界が張られている様子。マジか、結界だらけなんだ。しかもそこへ行くには宗妃の本拠を越えねばなりません。彼のことです。ということは簡単に通してはくれないでしょうね。宗妃を倒さないとダメってことだね。宗妃は抜け目ない男で、配下も盛況だ。うん、なんとか別方向から進みたいが。いいな、正面から堂々奴の領土を越えていけばよかろう。正面突破か。ん、宗妃さんって父親の言うことなら素直に聞いて通してくれるの？そういう感じの人には見えなかったけど。無論激しい戦いになるであろうが。激しい戦いになるんだ。だが放置しゼウスの元へ行ったとてどうなる。挟み撃ちになるね。手を組んでいる宗妃も現れ、うん、まとめて相手をする羽目になるか。ならば先に接触して少しでも戦力を削っておくべきであろう。頭いいな。何かしら情報が得られる可能性もあるだろうしな。お前がそこまで言うのであれば。分かった。出会ったばっかりじゃん。俺と半兵衛殿で策を立ててみよう。すぐお前っていう。よくないよ。どこまで通用するか分からんが。うん、我が子をそこまで変われるとちょっと嬉しそう。そばゆいものだな。でも嬉しそう。任せたぞ。ああ、ちょっと読めないな字が。順位くよ。順位よく。新たな英傑が姿を現したそうだ。どうやら神の軍勢に囲まれているらしい。英傑は二人。ん？誰だ？一人は白髪の大柄な男。白髪で大柄。もう一人は物腰の柔らかい色男との報告があって。誰だ。物腰の柔らかい色男ですか。お主の采配で二人を仲間にしてみせよ。何か欲しいものがあれば言うがいい。では美女と酒ん、そして命令に忠実な方を数名ご用意していただければと。美女と酒。え、誰だろう。ダメだ、
ワンピースしか出てこないワンピースのキャラクターしか。美女はサンジでしょ、酒はゾロか。うん、何やら思うところがあるようだな。爆発で大柄ジュイク、本当に全然出てこないな。英傑獲得戦、うわ出た、混沌で染め上げてやろう。はい、ということでね、今回は曹操仲間にできたね。で次回もなんだ、次回もというかいろんなお話も出てきて気になるお話が2つあるし、このお話も気になるね、曹丕倒しに行こうぜっていう、うん、また次回も楽しみですね。はい、ということで今回の動画はここで終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画もね見てくれると嬉しいです。ありがとうございました。